ジョルジュアメデ・サンクレール・マティアスは、フランスのパリ生まれのピアニストピアノ教師、作曲家。12歳で、ショパンの数少ない男性の弟子となり、その振動ぶりからクララ・シューマンに、第二のリーストと呼ばれた。1826年、パリで、ドイツ人の父親、ポーランド人の母親との間に生まれる。プライベートで、フリードリヒ・カルクブレンナーに、ピアノと作曲を指示した後、 1838年にフレデリック・ショパンに支持する。ショパンへの支持期間は様々な諸説があるが最低5年は支持したとされている。1842年パリ音楽院作曲家に登録してアンリ・モンタン・ベルトンのクラスで学びフランソワ・バザンとジャック・アレビに作曲を支持する。1847年に大法・フーガで第一次席を獲得、翌年に ロマ大賞、第2等の第2席を得た。1850年に、アレグロアパッショナート第1番作品5を出版。1862年、練習曲集、様式とメカニスムの特別な練習曲集290作品28を、出版、音楽院の教材に採用される。同年、同音楽院ピアノ科のローラン教授の引退に伴う、 公認として、ロッシーに、トロロン、アドルフ・ティエールらの支持を得、任命権を持つ、同じポーランド系の国務大臣、アレクサンドル・バレフスキとその妻へ書き送った、単元書などが功を奏し、子産の候補者を抑えて33歳で就任し、1893年まで、務める。1872年、レジオン・ドヌール勲章を受章。1910年10月14日、パリで成去。 A.B.C.D. パリ国立音楽院とピアノ科における教育、制度、レパートリー、美学、上田康史、東京芸術大学学位論文、2016年3月25日、ありがとうございます。